おはよう。はい、ご無沙汰。これからの授業は座ってやるよ。ったく、お前らまで、うん、せっかく盛り上がってるところ申し訳ないんだけど、赤ちゃんが生まれるのは昔の教え子だ。ほら、お前らも知ってるだろう、熊井だよ。そういえば熊井さん、赤ちゃん生まれるって言ってたっけ。言ってたわ。なんだよ、間違いか。おかしいと思ったんだよな。俺もだってヤンクミだぞ。ヤンクミ結婚してへんしな。赤ちゃんの前に結婚せんとな。その前に男作んねえとな。なあ。無理だ、無理、絶対無理。やつじゃん。1番葵ちゃん、2番作です、3番でも無理。無理。エラ、黙って聞いてりゃ調子乗りやがって。てめえらそこに直りやがって。